はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしで、ね、磁石から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、池江選手が、池江璃花子さんがね、ホームページを立ち上げてくれました。画像とか、今までのね、活躍された画像とかプライベートな写真とかもね、多く見られると思います。で、まあ、何よりもね、あの応援メッセージとかをね、送信することができますので、皆さん応援しましょう。概要欄にね、池江選手のホームページの URL を貼っておきますんで、ぜひそこから飛んでいってください。はい、最近あの口の中をね、鏡で見てみたら、あのただれ具合の傷口がまた再確認できるぐらい大きくなってまして、まあ、粘膜障害の再発でしょうかね。やっぱりまだまだ、やっぱりこの GVHD 拒絶反応っていうのは続きますね、やっぱりね。まあ、これも試練でございます。まあ、その試練をね、1日2回のパフライザー、あのピンク色の見てもらったやつあるじゃないですか。あれをこうパフパフというしてね、薬をつけてるんですけども、まあ、この粘膜障害っていうの、今出てるやつ、今ね、あの発症してるやつっていうのは、まあ、入院時の僕の体中を襲った粘膜障害、あのね、胃とか小とか内臓のね、内臓の内側も粘膜障害っていう風になってる、なってたんで、まあ、それがまあ例えば100やとしたら、今は 3ぐらいですね。だからまあ、なんともないっちゃなんともないんですけど、あ、でも骨髄移植する前の大量、超大量抗がん剤の時は口の粘膜障害はすごかったですけども、まあ、普通じゃないな、なんつったらいいんかな、骨髄移植する直前よりもっと前の抗がん剤ではここまで出てなかったんですよね。まあ、今の状態は、あの、まあ、皆さん普通の人、まあ、病気してへん人とかやったらたまに口内炎できるじゃないですか。まあ、あんな感じだと思っててください。イライラするでしょ、ね、そんな感じが今僕の体にも訪れてます、ね。まあ、口の中に何かできたらやっぱり、ね、イライラすると思うんで、まあ、皆さんも何かできたらすぐに治しましょうっていう話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。